こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。10月最終週です。気象庁によりますと11月は平年より晴れの日が多いようです。紅葉シーズンも近づいてきます。都内でも六義園や日比谷公園、荒川自然公園などで紅葉は楽しめますので、お出かけしてみてはいかがでしょうか。それでは今週はこちらの話題からどうぞ。まず最初は10月11日土曜日、文京区大塚三丁目春日通り沿いで行われた大塚防犯パレードの模様をお送りします。このイベントはこの日から21日まで開催された全国地域安全運動の一環として大塚警察署の主催で行われたものです。メインスローガンは守ろうよ私の好きな街だから。大塚警察署長を先頭に大塚防犯協会、大学生の防犯ボランティアアトミピーポーズ、防犯パトロール隊、大塚防犯協会母の会の方々などおよそ100人が参加して、茗荷谷駅までの300メートルを防犯意識の向上を呼びかけながら行進しました。さらにパレード終了後には駅前で安全安心な街づくりを呼びかけながらチラシ配りを行いました。参加した団体の方にお話を伺いました。こう皆さん大切協力してくれるってことは本当に嬉しいですよ。できる限りね、警察と協力して、警察官がやっぱりね、もう絶えずパトロールしてくれないとね、あれなんですけど、一生懸命やってくれてますからね、これをもう期待してます。はい、ピーポーズの結成目的であった文京区民の安心安全の街づくりのために活動できたこと点が非常に良かったなと思いました。いつもはポイントポイントでやってるんですけども、こういったパレードをすることによっていろんな方にしてもらえた機会じゃないかなと思って良かったです。私たちもその地域の一員として活動できたことがすごく良かったと思っています。最後に大塚警察署長からのメッセージです。やはり一番問題になっているのは特殊詐欺の関係じゃないかと思います。特殊詐欺の発生件数自体は減っておりますけれども、東京都内で言いますと未だにですね、被害額が60億弱あるということで、知らない人にお金を渡さない、知らないところには振り込まないということで、ぜひ守っていただき、また迷ったことがありましたら遠慮なく110番警察の方に、ご連絡いただければ、警察の方で対処したいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きますか。はい、じゃあ行きます。はい、続いては10月11日土曜日から12日日曜日にかけて行われた文の都12時間リレー3時間マラソンの模様をお送りします。区民の体力向上と交流を目的に始まったこのイベントも今年で6回目を迎え、区内外の大学や企業、個人参加の方々など合わせておよそ700人が参加しました。頑張るぞ、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 頑張るぞ。参加者にお話を伺いました。とりあえず目標タイムをクリアしたいなと。ここなんかすごい坂道のコースだって聞いていたので、その坂に負けないように頑張ろうかなみたいな。はい、大学のサークルです。楽しく走ります。拓殖大学の教職員チームバッチリです。これでもう学生募集も OK。 12時間食べるかい？食べます。カップラーメン2個食ってやります。そこにあるやつ全部食ってやります。頑張ります。12時間起きときます。はい、辺りも暗くなった午後6時、まずは12時間リレーからスタートします。緊張の第一走者をチームメイトが見守る中、カウントダウンが始まります。一斉にスタートしました。走るのは文京スポーツセンターを中心とした
1周およそ 1.2km のコース。明日の朝6時までの12時間、チームでタスキをつなぎながら周回数を競います。午後6時30分には3時間マラソンのスタート。こちらは一人で3時間を走り周回数を競います。また休憩所ではリレーに参加の方々が仲間が走っている状況を映像で確認しながら協賛企業からの食べ物で腹ごしらえ。12時間走り切るためには食べて休むことも大事ですね。12時間リレー、3時間マラソン、どちらに参加の方々も文京区の夜の街を走り、日常では味わえない特別な時間を過ごしていました。そして今年の上位入賞者はご覧のようになりました。皆さんお疲れ様でした。最後の話題は10月12日に新宿ユニカビジョンで行われた3大学合同新宿ビジョンジャックの話題です。3つの大学の学園祭を合同で PR する今回のイベントと、それぞれの学園祭について伺いました。早稲田祭2014運営スタッフの北柴です。本日はこちらの新宿ユニカビジョンを使って、上智大学の学園祭実行委員の皆様と、立教大学の SPF 運営委員会の皆様とご一緒に、この企画を行うことになりました。本日はビラ配布も行いますので、ぜひ多くの方々に見ていただきたいです。よろしくお願いいたします。今年の上智大学学園祭ソフィア祭は10月31日の前夜祭、11月1日、2日、3日と3日間にかけて行われる本祭と計4日間ございます。今年のテーマはジャーニーです。ジャーニーは日本語訳で航海です。来場されたお客様全員がまるで航海に出ているような高揚感を与えたいと思っております。当日ぜひお越しくださいませ。今年の立教大学学園祭ザ・サンジュース・セントポールズ・フェスティバルは11月1日、2日、3日の3日間にわたって開催されます。今年の立教大学学園祭のテーマはサンジュースです。このテーマは今年で第30回目となるサンジューと関わる全ての人と共に作るという意味の重曹という言葉を組み合わせて作られたものです。当日はキャンパスが装飾で彩られ、異空間な立教が楽しめると思いますので、ぜひお越しください。待ってます。早稲田祭2014は今年11月2、1日と2日の2日間にわたって開催されます。早稲田祭は毎年、16万人もの方がいらっしゃる、日本最大級の学園祭となっております。今年のテーマは、気づけ君も主役だということで、早稲田に所属する各サークルの皆さんが、早稲田祭当日に向けて、今から準備を行っております。当日来場された皆様には、その熱気を存分に感じられると思います。我々運営スタッフ一同お待ちしておりますので、当日はぜひお越しください。よろしくお願いいたします。それでは最後に3つの大学の PR 動画をご覧ください。いかがでしたでしょうか。タバサト号では皆さんからの情報をお待ちしています。どんな小さな話題でも構いません。情報をくださった方には漏れなくアラ文書くんクリアファイルをプレゼントします。こちらの宛先までどしどしお寄せください。それでは今日はこの辺で、また次回まで、さようなら。